セルゲイ・アレクサンドロビッチ・モズゴフは、ロシアの男性フィギュアスケート、アイスダンス選手。パートナーは、ベティナ・ポポは、アンナ・ヤノフスカや、タチアナ・バトゥリンセは、エフゲーニア・コスイギナ。2015年世界ジュニア選手権。2012年、インスブルックユースオリンピック金メダリスト。2013年、2014年ジュニアグランプリファイナル優勝。1995年。 モスクワにて生まれる。4歳の時にスケートを始めた。2008年に、エフゲイニア・コスイギナとペアを組み、ロシア選手権や、NRW 杯等のジュニアクラスに出場。翌シーズンには、ジュニアグランプリにも参戦した。2010から2011シーズンは新たに、タチアナ・バトリンツェワをパートナーに、パベル・ロマン・メモリアルや、NRW 杯、ババリアン・オープンの、 ジュニアクラスで表彰台に上った。2011から2012シーズン、パートナーをアンナ・ヤノフスカヤに変更し、ジュニアグランプリシリーズに参戦。バルティック杯3位、タリン杯1位で進出した、ジュニアグランプリファイナルでは2位となった。さらにインスブルックユースオリンピックに派遣され、金メダルを獲得。しかし、ロシアジュニア選手権では4位に終わった。 世界ジュニア選手権では FD で自身の衣装がほつれ安全のためプログラムを中断されるというアクシデントがあり SD 3位につけながら表彰台は逃した2012から2013シーズンはジュニアグランプリシリーズは2戦ともに2位ジュニアグランプリファイナルでは4位だったロシアジュニア選手権では3位に入るも欠場したアレクサンドラ・ステパノは、イワン・ブキン組が・クミが 世界ジュニア選手権の代表になり、出場はできなかった。2013から2014シーズンは、ジュニアグランプリシリーズで連続優勝。ジュニアグランプリファイナルは初優勝した。ロシアジュニア選手権は、シニアクラスから戻ってきたステパノは、ブキング組に敗れた。世界ジュニア選手権は、ステパノは、ブキング組が病気で欠場したが、 ファイナルで10点以上の差をつけて勝利したケ、ケイトリン・ホワイユク、ジャンリュック・ベイカー組に敗れ、2位に終わった。2014から2015シーズンも、ジュニアグランプリシリーズ、ファイナルと3戦全勝。ロシアジュニア選手権、世界ジュニア選手権も初優勝し、シーズン全勝を果たした。2016年4月。 ヤノフスカヤとのカップルを解消し、ベティナ・ポポワとのカップルを新たに結成した。ありがとうございます。